こんにちは、りかこです。今回も顕微鏡で皆さんの身近なあれの違う一面を覗いてみましょう。観察しているものが何か想像しながら楽しんでくださいね。それでは本日の一つ目のあれはこちら、赤い毛糸みたいなものが見えますね。わかりましたか？では少し倍率を変化させて、ヒントはいろんな品種があって甘くて美味しいですよね。私は大好きでよく食べてます。正解はさつまいもの皮でした。こちらは皮を薄くスライスして観察したのです。この鮮やかに見える赤色はポリフェノールの一種であるアントシアニンという色素が含まれているからなんですね。続いてはこちら、粒がいっぱい、卵みたいですね。今度はヒントはなしですが、わかりましたか？正解はジャガイモでした。続いてこれを溶素液で染色したものを見てみましょう。するとジャガイモに含まれるデンプンが染色されます。楕円形をしていて大きさにはばらつきがありますね。ジャガイモデンプンの平均粒径は約40マイクロメートルと言われています。今度は何でしょう。すっごい色、紫の細胞。ヒントはそうですね、夏野菜といえばトマトにキュウリにあれですね。正解はナスでした。皮を薄くスライスして観察しました。この鮮やかな紫色はアントシアニンという色素が含まれるから、なかなかインパクトがある見た目ですね。アントシアニンの中でもナスにはナスニンという色素が含まれています。ナスは紫外線から身を守るため、このナスニンという色素を作ります。これはもしかしたら理科の授業で見た覚えはないでしょうか。ヒントは独特な匂いがあって切ると涙が出るあの野菜。少し簡単すぎましたか？そうですね、正解は玉ねぎでした。観察方法は玉ねぎの鱗片内側の薄皮にサフラニン染色液を1滴垂らし10分放置、その後水で余分な染色液を洗い流して観察しました。細胞壁や核が染色されてはっきり見えます。細長い細胞がぎっしり並んでいますね。ちなみに染色液なしで観察するとこんな感じ。細胞一つ一つは確認できるけど核は見えませんね。本日最後のあれはこちら、針みたいに見えますね。これは難しい。わかりましたか？正解は白菜でした。白菜の葉をよく見ると毛のようなものが生えているんです。これを観察しました。これはトライコームや毛茸と呼ばれ、表皮細胞が伸びたものになります。紫外線防止、水分の蒸散防止、害虫や病原菌を近づきにくくするなどの役割があり、植物の体を守るのに大事な役割を果たしているのです。顕微鏡で覗く世界、いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？今回は身の回りの野菜を観察してみました。それではまたお会いしましょう。りかこでした。